こんばんは、しほです。とある日家出をしました。唐突。夕飯の準備を終えて食べようと声をかけたものの、食べに来ない子供たち。遊びに夢中なので少し待って声をかけるも無視。主人もいたけど声をかけてくれるわけでもなく、ぬぼっと突っ立ってて、いらー。これが毎日なので、この日はさすがに堪忍袋の尾が切れましたね。3分で夕食を終え、逃げるように車に飛び乗って、行くあてもなく車を走らせました。友人の家に行こうとも思ったけど、さすがに迷惑かなと思い、イオンに行きました。特にしたいこともなくぼーっと食べていたけれど、コナン君の映画が公開されたことを思い出し、レイトショーを見ることにしました。何気にコナン君の映画は毎回映画館で見ています。基本一人。それではリフレッシュしてきます。コナン君見てきました。すごい面白かった。サブマリン、黒の組織が出るのは面白いね。次はキッドが出るらしいので、私の推しすごい楽しみです。それでは今23時過ぎ半、そろそろ家で終えて帰ります。皆さんはイライラしたりしんどくなった時はどうしていますか？私は人や物に当たらないようにしたいけど強い口調になってしまうし、腹の虫が収まらなくて物を投げたり蹴ったりしてしまいます。子供も同じような怒り方をするので、まず私が直さなきゃと思いながらも、いざイライラすると衝動が抑えられません。この間はマジ切れして、お母さんやめる、もう実家に帰ると半泣きしながら言ったら、意味がわかる長男は大泣きしていました。さすがに私も言い過ぎたので平謝り。謝ってお互いの気持ちを伝え合い、お風呂でギュッとして仲直りをしました。この家出をした日もそうですが、きっかけはほんと些細なことなんですよね。でも積もりに積もって、気づいた時には切れていて後で後悔するという日々。都度伝えればいいじゃんと思うかもしれませんが、以前産後のイライラピークの時に主人に言い過ぎてしまったことがあって、萎縮すると言われたことがあります。気が回らないやつも悪いと思うんですけどね。そんなこんなで、それを言われてからというもの、我慢をする癖がついてしまったようで、今まで以上にマジ切れした時の自分がやばい、てめえとか嫌いだよもうとか平気で言ってしまいます。無心でボールを壁に投げていたこともあります。正直自分でもドン引き。溜め込むのは本当に良くないですよね。言えば萎縮すると言われるし、言わなきゃ言わないで動かねえし、そもそもさ、気が回らないし、真面目なのが悪いじゃない。それでよく仕事できてるよ。本当にさ、朝早く出て21時過ぎに帰ってくるから、平日は子育て一切しなくていいもんね。そりゃ土日はいいバカだよな。優しくできるでしょうよ。こっちから365日子育て、育児仕事と300や、なんなのよって。もう本当に父親じゃないの、あんたはじいじなの。ちょっと荒ぶってしまいましたね。すみません。気分を害する内容になってしまった本日の動画、最後まで見てくださった方ありがとうございました。私はこうして乗り切ってるよとか、男の考えはこうだよなど思うことがあれば、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。それでは今週もお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。しほでした。バイバーイ。